皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、教会の常識は世間の非常識かもしれないというお話をしたいと思います。コンサルタントという職業柄ですね、当然教室の先生が私はもともとパンだったので多いんですけれども、社会人経験も長いです。正社員22年やってました。教室は5業種で、新規事業部が好きだったので、何もないところから立ち上げるっていうところが特に力がいる、職業だったりするところの、何もないところを開拓して作っていくっていうのが得意だったので、逆にちょっとね、ある意味は間弱なのかもしれないけど、軌道に乗り始めるとその会社を去ってしまうみたいなね、そういう感じで、要はそこの私の役割終わったなみたいな感じになるので、ずっといるあれではなかったし、チャレンジしたいことを見つけるとわざわざそっちの方の業界とか行っちゃうんですね。なんで、やってきた職業が旅行業界と、住宅、ブライダル、食品、パンとか教室系の業界ですね、全くバラバラの全然違う職業でも全部、実績とかを残してきたし、その職業業界研究っていうのもやって、でいろんな人とたくさん会ってっていうことで、おそらく身についたのが、業界の常識って常識じゃないんだよなっていうことが身についたんだと思うんです。でその感性と感覚っていうのは、今コンサルティングをやってても、いろんな業種業態の人とお話をするときに、一般素人のようなフラットな話ができる。もちろん業界を知ってるからこそできるアドバイスとかもするんですよ、するんですけれども、むしろ一般人の感覚に近い状態でアドバイスできることの方が価値があるんじゃないかなと思って、要は業界の中身が分かっちゃっていると、それ自体がすごく、例えば難しい専門用語であるっていうのが分からなくなってるとか、こういう順序でやるのが業界的には当たり前とか思っていても、これとこれとこういうやり方の方が早いよねっていうのを違うところの経験値から見ると言えることとかあったりするんですよね。だからすごく業界の常識って思ってることは疑うことも必要だし、それを疑うことすら気づかないケースが多いから、異業種とか異業界の人と喋ったりするとそれすごく気づかされますよ。おお、そういうことかみたいなね。例えばそうですね、マニアな機会で、私パンの教室だったんで、ニーダーというパンの生地をこねる機械とかがあったりします。で、発酵機と言われる発酵する機械をホイロっていう言葉で言ったりもするんですけど、そういう言葉ってパンとかに興味ない人って全くわからない言葉の一個ですよね。だからニーダーっていうと、あ、パンをこねる機械ねみたいな、ホームベーカリーのもっと機械にこねに特化した便利な機械っていうところでね、わざわざ新しい人に言う時とかね、説明したりするんですけど、でその人がさらに掘って聞いてくると、その説明に熱が入っちゃって、その機械を使ってこねたくなったみたいな感じでね体験レッスン来た人がいることもありましたけれども、売るつもりは全然なく、ただ説明をしただけなんですが、相手が興味を持ったっていうね、そういうエピソードもあったりしているんですが、おそらく業界には業界の常識があるんですけれども、他の人と話すとそうじゃないことが分かっちゃったりすることとか結構多いんですよね。で、私がなぜ教師の先生はやってますけど、法人のコンサルティングとかもちょびっとやったりする時とかもありますし、もちろん個人事業主、教室の先生とかは主でやるんですけれども、それができるのかっていうと、業界、違う業界またぎながらでも、その業界のそうだな、いい状態で売り上げを上げていく方法を試行錯誤しながら作っていけてるっていう能力があったっていうことと、たくさんの人とねすごく合ってるんですよね、私。だからいろんな価値観、例えば起業家事業家系の集まり、会員組織とか行くと、
9割が男性だったりする組織すごく多い中に、パンの先生がそこにいるっていうのは、まあ、パンの先生っていうのは仮の姿ですけどいるっていうのはすごくね異常な事態だったと思います。でいろんな職業やってるいろんな経営者の方とお話をして、あそういうふうにしてやってるんだっていうのを理解しながら、これ私の教室に置き換えられないかなっていうのはね結構置き換えてやってきたんですよ。だから他のところからの風土地を入れながら作っているので、当然その業界にはない考え方になるから、ある意味新しいし斬新だし、他の人が注目をしたりサービスを面白いと思ってくれる可能性があるから、アイデアはね他の業界から持ってくることが私の場合多かったですね。だから業界の常識は非常識かもしれないっていうふうに思うと、改善点とか結構ねいろいろ見えたりするので、単なる仕事が欲しくって、なんか慣れ合いのような異業種交流会みたいなのに参加するのは私はあんまりお勧めしないんですけども、いろんな人と会いつつ新しい刺激がもらえるような良質な会とかに参加するのであれば、それは意義があることだなというふうに思ってるし、私は私の会員組織とかも当然持ってますけれども、そのメンバーにはお互いすごいいろんな職業いるんですけれども、切磋琢磨できるようなそういう環境を作れるようにっていうことで整備をしてたりするので、異業種コラボとかもなかなかね面白いですよ。いろんなアイデアと仕事が生まれていくので、なので自分だけの考えに偏らない、違う人の、しかも業界違いの人ですねの意見とかをたまに聞いてみて、参考になるのを自分の業界にルールを持ってきて変換するっていうのをやってみるとですね、結構ね新しい発見があったり、その業界では斬新なことをやることになったりとかすると、まあ、突出した存在になりやすいので、うん、パンの時はねすごいいっぱいやってました。スカイプパン教室とかね、今ではオンラインで教えるっていうのは割と当たり前になりましたけど、私がやってたのは6、7年前ですからね、その頃はまだそういう話とかもあんまり出てなくて、そういうサービスできないかなと思ってやってみたりとかしてましたから、はい、電脳パン教室と自分のことも読んでたりしてたので、そんなのもトライしてみていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますので、頑張ってみてください。それでは。